こちらがショートの守備につく大谷。顔もちっちゃい。当時はショートとピッチャーの二刀流だった。はい、どうか、伸びる伸びる、ケア、さあ帰ってくる1、2番コンビ、同点。165キロ、ついに更新。ファウルでなんとか逃げます。ソタ165、再び今度は日本最速タイ。バースがしっかりとゲームを立て直し、野手の踏ん張りもあって逆転。そして最後はクローザー大谷がキャリア初セーブ。4年ぶりファイターズがクライマックスシリーズファイナルステージを勝ち上がって日本シリーズ進出です。2-2 pitch to Chen Chen. Called strike 3. Fifth of the night for Shohei Ohtani. 4 shutout innings on the mound tonight. Shot to left center field. Shohei Ohtani off the wall. Nupar scores. Kondo rounds third and heads home. Welcome home, Shohei Ohtani.やっぱりこのスケジュールで3回登板させる、それも試合中にブルペン行って作って最後に上がるって、まあ、結構プレッシャーかかるじゃないですか。でそういう時に体のことを心配したんですよ、まあ、いきなり行って腕振れるので肘壊すんじゃないかとかって、そういう心配が今回は彼の練習とか動きを見ていて、そこは本当に成長したです。体が強くなってるというか、そこはかなりやっぱり本人も意識してやってきたんだなっていう、あんなに怖かったのにファイターズ時代、それがかなり消えてきましたね。だから本当にこう鉄人系になってるな。